今回いきなりなんですけど、あそこの木の両開きの扉を燃やそうと思います。何も入ってない可能性あるけどな。よいしょ。両開きは燃やしやすいんでね。マジで何もないな。え、トンプ？これだけでもうありがてえんだけど。性質100使ってこんな感じっすね。寝てた人確認しなかったんだけど、まあさすがに何も持ってないか。持ってないな。朝の種もらおう。こいつをいずれ使う時が来る。マップを開くと、ここにですね、自分の砂漠側の拠点があります。で、なぜここに建てたかというと、まあ、海岸近いっていうのもあるんですけど、ここにね、列車の駅があるんですよね。まあ、なので今からですね、前哨基地から地下鉄に乗って、このパラボラ付近の駅まで行って、で、自分の拠点の近くのはしごから上がり、帰宅したいと思います。あ、でも今確認してみたら一駅分だな。まあ、程よく AI 借りながら部品系も集めていきましょう。まあ、多分なんですけど、砂漠側の駅の方は誰も行ってないと思う。エレベーターで下まで下がりまして。まあ、この辺は漁られてる。お、いる。前哨基地の地下なんてめっちゃ漁られてそうだけどね。いるんだ。注射器ありがたい。接敵するかもしれないんで気をつけていこう。まだあと1体いるかな。なんか微妙っすね。武器ボックス湧いてないな。ということで、地下鉄乗りましょう。東に行きたいんで、このまままっすぐ進んでいきます。倒していこうかな。武器ボックスだ。あんまりチンタラ回ってても敵来そうなんで急がないとな。出発。で、この駅があれだね。俺が求めてた駅なんだけど、あ、エアいるわ。
赤箱しか湧いてねえぞ。ジャックハンマーはありがたい。カメラもありがたいな。え、カメラまた出た。俺、誰か来た感じだな。ないぞ、箱。結構最近誰か回ってるっぽい。ってことは上がるときちょっと注意したいっすね。え、弾がなくなった。あと1体 AI いたら終わりなんだけど。とりあえず注射器刺して。まあでも AI の足音はしないっすね。あ、いるわ。やばい、これはまずい。もう一体いたら終わるぞ、これ。おー、危ね。追いかけてきてる。まさか五五六の弾がなくなるとは思わんかった。多分上がっても大丈夫だと思うけど。行きましょうか。で、上がったそばに拠点があると。よし、無事帰宅。部品系めちゃくちゃ手に入ったんだけど、分解しに行きたいっすね、これ。炸裂弾が出た。先ほど地下鉄で取った部品系をパラパラで分解しようと思います。で、ついでにモニュメントパズルもやっていこうかなと思ったんだけど、これ、回られてる？ああ、でも一つ湧いてるか。ここにボックスがないっすね。え？閉まってる。え？最悪だ。マジか、いるかなと思ったんだけど、下の隙間からじゃ敵見えなかったんだよな。とりあえず一番最初にリサイクラーに入れたものだけ回収したいっすね。うわ、撃たれた。てか、ボルワク持ちだったの？しかも二人組っぽいな、これ。二人組か。しかもボルワクじゃなくてエルクロだったし。マジか。うわー、めちゃめちゃ部品系持ってたんで、最悪だわ。めっちゃ萎える、これ。やば。なんか撃たれたんだけど。マジか。今拠点入ると俺がここの住人だってバレちゃうんで、向こうの方まで走ろう。まあでも地下鉄からある程度のもの運搬できたんで、それは良かったっすね。それすらもロストしてたらかなりショックだったけど。まあまあなんとか切り替えられますね。で、あとやっぱり全焼基地とか安全に分解できる場所って大切だな。この拠点が風化してますね。え？これ入ってんじゃね？どうやって侵入すればいい？え？入ってる入ってる。エルクロってことは16倍スコープなんで、ここまで見える可能性がある。おい、これ邪魔。ほうほうほう、うまいじゃん。
なるほど。電気炉は動いてないな。他見れなさそうっすね。ちょっとだけ武器装備あったって感じだけどな。まあ少し足しにはなります。萎えた心を少し癒してくれたって感じだな。無事帰宅。さすがにあの人たちもパラボラにいないと思うんで、ちょっと行ってみようかな。まあでも 100% リサイクラーは回ってるもんな。最初に入れた部品たちが残っててくれたらマジでありがたいけどね。え？残ってる。あの人たちリサイクラー見てなかったんだ。無事帰宅。ここアクティブ？なんか、いつもここの人ログインしてんな。まあ、さすがにエルクロ持ちとは別人だと思うけど。え？風化した。砂漠なんで、あんまり木ないんですけど、夜の間に木を伐採しようと思います。でね、ここに製油所があったんだよね。原油を燃やしていきましょう。ちょろっと木を叩いたんですけど、マジで木がない。まだ焼き上がってないか。一部箱あります。よし、行こうかな。あと2000ぐらい取りたかったですけどね。まあ仕方ないな。よし、無事帰宅。車拠点にやってきました。前回ね、4つ車両付けられるシャーシ、わざと解体したんですけど、その代わりといっては何なんですが、2つのシャーシ、これをね、拠点に運んでおきました。でね、自分が欲しかったこのエンジン付きコックピットカーモジュールがもともと付いていて、まあ、このパーツプラスで、ストレージカーモジュール入れましょう。で、修理しまして、コードロックをかける。よし。これで一応ね、コンパクトに走れますし、まあ、インベントリにね、アイテム入らなくなったらこの車ストレージを使えるという。そして、この拠点でね、電気使ってるんで、せっかくなのでこの電気炉を設置したいと思います。一応導線は電気炉につなぎました。せっかくなんで電気炉使おうかな。地下鉄でゲットしたジャックハンマーで石を取っていきたいと思います。砂漠側あんまり人いなさそうなんだけどな。いるときは人いるからな。まあ、ささっと石回収して帰りましょうか。ああ、あの辺に川があるんだ。初めて知った。おお。無事帰宅。ジャックハンマーってマジで優秀っすね。さっき取った鉱石を電気炉にぶち込みましょうか。ああ、この扉はガレージに変えてもいいな。で、今、砂漠の拠点、布と常勤が足りてなくて、防護スーツがね、結構余ってるんで、これらを分解しに、全焼基地まで行こうかなと思います。パラボラのリサイクラだと邪魔が来る気がするんで、安全なところで分解しようということで、このチョロ9号に乗って、全焼基地まで向かいたいと思います。言って馬力はそんなないんだよな。まあでもだいぶ見やすいんで、運転はしやすいな。ちょっと待って、今思ったんすけど、道間違えてる。
こっちじゃねえ。こっちの道が正解だったわ。で、車のパーツも、まあ今低品質なんでね、最上級に変えたいっすけどね。線路走っていくか。この辺から左に入って直進します。おお、敵がいる。さすがに引けねえか。ということで無事に全焼基地到着。よし。で、ストレージの中にいろいろと入れておこうかな。装備も入れちゃおう。で、一度自分の拠点に戻ります。で、スクラップと歯車持っていきましょう。提出燃料は23使ってますね。で、装備も来まして、スキン変えようかな。よし、分解していきましょう。いや、やっぱ全焼基地のリサイクラは安心感ありますね。やっぱ分解するならここだろうな。分解終了。布は930。手に入れたスクラップで製油所買いましょう。よし。うわ、これ持って帰りたいけどな。チョロ9号マジ頼んだぞ。では帰ります。とりあえず線路の上を走ろう。なんか動物がめっちゃいるな。おお、やばい、人いる。まあ、引きたいけどちょっとする。で、こっから道沿い行きましょう。道間違えないようにしないとっすね。提出なくなったら終わりなんで。よし、自分の拠点見えてきましたね。無事帰宅。ちゃんと車庫に入れましょう。よし、無事帰宅。ということで、拠点を少し強化していこうと思います。で、この辺も金属強化しちゃおうかな。よし。車拠点の、最深部の扉を変えましょう。あ、硫黄焼き上がってますね。金属もまあまあ焼き上がってんの。まあ、どうしような。この手前の扉。板金の両開きにしちゃおう。入りやすいように。そして、拠点にスクラップが1263、常金100、金属片1000あるので、レベル3ベンチクラフト。レベル3ベンチいつも自販機で買ってたんで、なんか自分でクラフトするの久しぶりだな。3ベンチ設置。ミスった。一回火炎砲台外して、このガレージ取って、打ち壊し、これつけないとだ。よし。ということで、今回ね、レベル3ベンチクラフトできて、まあ、だいぶ順調にサバイバルは進んでますね。で、今住んでる砂漠に、まあ、集落をね、作ろうと思うんですけど、まあ、その中でもね、でかい本拠点みたいなのを建てようと思っていて、
その建築もね、そろそろ進めていきたいなと思ってます。まあなのでね、砂漠は石系あんまり集まらないんだけど、まあそれでもなんとか頑張って集めていきたいね。